ガラスの花と壊す世界は2016年1月9日公開の日本のアニメ映画作品キャッチコピーは世界を復元する知識の箱の少女たちの物語すべては私たちの未来のためにあなたの未来は私たちが守る2015年第28回東京国際映画祭に出席する声優スタッフ2013年にポニーキャニオンが主催して 行われたアニメ化大賞パワードバイポニーキャニオンにて大賞を受賞した創作ユニットフィジクスポイントの D バックアップを原案とした作品。地球環境の破壊により人類が滅亡した世界でかつて人類が残した知識の箱と称される仮想空間でコンピュータウイルスと戦う二人のアンチウイルスプログラムの少女と そこに迷い込んだ別の記憶喪失の少女が繰り広げる物語である。一般公開に先立ち2015年10月開催の第28回東京国際映画祭において先行上映される。アメリカではガラコはレストアザワールドマイナスのタイトルで公開される。リモ役を務めた花森ゆみりは劇場アニメ初出演で初主演作となる。 無数の光が色とりどりに輝く、浮遊した無重力の空間、知識の箱底には、たくさんの世界があり、幾度の時間が流れ、幾多もの人々がいた。デュアルとドロシーは、そこで敵と戦い続けていた。敵、それは世界を侵食する存在、ウイルス二人は、その敵と戦い続けていた。ウイルスに侵食された世界は、消去しなければならない。それが、 彼女たちの役割と使命である。ある時、デュアルとドロシーは新たなウイルスを感知する。そこにはウイルスに襲われている少女がいた。彼女を救った二人は静かに彼女の目覚めを待つ。彼女は何者なのかなぜ知識の箱に現れたのかどこから来てどこへ行くのであろうかやがて、その少女が目覚めた時、物語は大きく動き出す。彼女は リモと名乗ると一言つぶやく。お花畑に帰らないと。リモ、デュアル、ドロシーの物語はここから始まる。角川アスキーメディアワークスの電撃コミックスネクストレーベルにてお茶うの書き下ろしによる上下巻が刊行される。上巻は映画公開と同じく2016年1月9日に発売。2013年に行われた ポニーキャニオン主催アニメ化大賞の大賞受賞作品。ポニーキャニオンのポニー、キャンブックスより、コミックス、ディーバックアップリモの箱にはと、小説、ディーバックアップ最後の意志をなき世界へ、マイナスが刊行される。ガラスの花と壊す、世界原案、アニメ化大賞受賞作、ディーバックアップから、少女、リモにスポットを当てた、ショートストーリー集。 ポニーキャニオンのウェブコミックシポにまが似て、劇場版に先駆けて連載が開始された。ガラスの花と壊す、世界原案、アニメ化大賞受賞作、D バックアップ編、小説版。ありがとうございます。